身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけど、スペシャルゲストですということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご存知の方も多いかもしれませんけど、なんと TikTok のフォロワー何人ですか？80万人。うわーすごいってことで80万人のフォロワーの称号ボスさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単にですけど、ちょっと自己紹介の方お願いしてもよろしいですか？はい、まあ簡単に言うとサッカーのコーチをしてます。はい、で年齢はまあ小学生から大学生までのアマチュアの選手と一緒にまあサッカーをやったりとか教えたりとかして活動してます。で、まあ、主にあれですよ、サッカーの特にディフェンディングが得意なんですよね。そうなんです。と、はい、いうことで、まあ、それはディフェンディングとか、まあ、サッカーとかね、まあ、そういったところの、まあ、コーチされてるね、称号ボスさんってことなんですけど、称号ボスさんなんでここにゲストとして呼ばれたんでしょう？いやもう、ゲストというか、はい、僕が先生を呼びたいぐらいいやいやいや、あのとにかく僕が身長のことで悩んで、自分自身が悩んでたっていうところがあって、僕身長162センチしかないんですけど、もうとにかく聞きたいことがいっぱいあって、話したいことがいっぱいあってということですね。実はですね、翔吾さんはサッカーがめちゃくちゃうまいんですけども、残念という表現いいか分からないですけども、身長がね少しまあサッカーをやるには少し低かったという表現だいぶ低いまあちょっともう濁したとか言ったんですけど、まあシンプルにいきましょう。身長低くて、まあかなり、ね、悩まれたんですよね。だいぶ悩みましたね。でまあ、もちろんちょっと今から伸ばすことはなかなか難しいんですけど、まあ、小さい頃に私みたいな先生がいたらもしかしたら少し人生が変わってたかもっていうところで、おそらくこれ同じ動画を見て、身長悩んでる方多いと思うんですね。サッカーだけじゃなくてバスケットだったりだとかバレーだったりだとかいろんなスポーツでもう少し高ければと思ってる方すごく多くて、でその中で変な話なんですけど、まだその翔吾さんの時代はですね、まあ、私は同世代ですけども、多分まだあれですよね、雑誌の裏に変なのが載ってた時代ですよね。はい、なんかそうなんです。もうあのなんかの雑誌のページのところに身長法をぐんぐん伸びる15センチとかね。そうですね。ああいう いかにも詐欺みたいなそうそうそう、誰が見ても詐欺みたいなそういう時代だったと思うんですけど、はい、そんな時に、まあ、いわゆる情報がない時代って表現いいかもしれない。情報がない時代どんなことを試したか覚えてます？あの情報がない中でも、はい、自分の中でいろいろ聞いたりして、その雑誌も試したことあるんですよ。あ、はい、でその雑誌には、ヨガ身長法って言って、ヨガみたいなのをする運動とか、あと身長法もう一個やったことがあって、機械にこうやって寝そべって、はい、あのぐるぐる回すと体を引っ張るっていう機械があったんですけど、それもやったことあります。あ、はい、そうですね。本当にいくらぐらいしたんですか？覚えてます？身長法が本のやつが15万です。高いですね、はい、機械は8万ぐらいでした。まあ、それでもまあ高いですよね、はい、ということで伸びましたか？いや伸びなかったそうですね、まあ、専門家を確かに見て、まあ、直接細かいことを把握してるわけじゃないですけど、まあ、おそらくいわゆるまあちょっとその、まあ、その時代のまあそういう時代だから許されたのかなっていうようなところで、まあ、今の時代だとちょっとそういったのですね、まあ、もしかしたら消費者庁が叩かれるような内容なのかもしれませんってことで、まあ、身長悩んだってことで、まあ、具体的に例えばですか、どういう時に悩むんですか？その例えば、はい、まあ、実際にこうプレイしてる最中に悩むのか、それともなんか変な話、まあ、家帰って悩むとか、なんかいろんな悩みって あると思うんですよ。なんか具体的に悩んでエピソードみたいな聞いてみたいんですけど、まずサッカーで悩んだことは、例えば試合で同じチームに同じぐらいの実力の人が、僕と同じぐらいの実力の人がいて、レギュラー争いをしてますと、はい、で同じぐらいだったら大きいやつを選ぶよっていうような形 で、まあレギュラーを取られたりとか、まあそういうことがあると、まあ身長に関して悩む。で、もう一つはもうこれは多分誰にでもあると思うんですけど、はい、学校で女の子にモテる子っていうのは、やっぱり身長が高い男子の方がモテるんですよ。で、まあそれは多分結構いろんな人が経験したことあると思うんですけど、そういう時にうわなんでこの身長なんだろうってまだ悩むと。そうですよ、ね、ダブルですね。サッカーの時はサッカーの時だし、はい、しかもサッカーの中でもそういう風に、まあ実際に実力で負けるっていうことはもちろん嫌な経験かもしれないけど、そういう風にセレクションされる時にそれを理由にこうなんかこの外されてしまうというか、はい、そういったのはやっぱなかなかショックな体験だったんですよね。そうですね。で私の時代よりも今なんていうのはもっともっとそういう体格で見られるところがあるので、そうですよね。今なんか日本代表平均身長何センチぐらいなんですか？多分179センチ。そうですね、もう180センチの時代ですからね。だから175でも低いっていうようなレベルですもんね。ということで時代はどんどん進化しているってところで、なかなか厳しい時代になってきたってことなんですけど、はい、例えばなんですけど、まあ、サッカー選手の中でもそういうふうに同じようにして、まあ、身長が低くて、ただまあその最終的にはそれを克服したみたいな、そういった選手とか
いらっしゃるんですかね。あの有名な話で、はい、まあ、中村俊輔選手というもうめちゃくちゃ有名な選手がいるんですけど、僕の世代ですよ。あ、本当ですか。俊輔選手、やっぱ中田英寿さんとか、はい、中村俊輔さんとか、まあ、そこら辺は私たちのもう憧れの世代ですから、はい、プリキックで有名ですけど、ね、そうなんです。中村俊輔選手って得意ですよね、身長。今は178なんですよ。そうですよね。ただあの中村俊輔選手は中学3年生までは158センチだったんです、158センチなんですね、はい、で僕も実は中学3年生の初めに158センチだったんですよ、うん、で同じで、まあ、彼は僕より4つ先輩なんですけど、うん、高校3年生の時には178センチ、うん、今の身長になったって言って、うん、まあ、3年間でかなり伸びたわけなんですよね、うん、で中村俊輔選手は158センチだけど、まあ、ちっちゃいからっていうところもあるのかもしれないんですけど、すごい技術を磨いたと、うん、で後からその身長がついてきたことによって体もついてきて、うん、技術ももう昔から磨いてたんで、うん、スペシャルな選手になったっていうエピソードがあります、うん、そうなんですよ。僕は中村俊輔選手のあの栄光の時代しか僕知らないですから、はい、だからそうすると中村俊輔選手小さい頃からおそらくねずっと身長高かった、はい、意外と低い時期があったんですね。そうなんです、うん、それであの横浜あのマリノスっていうチームのジュニアユース、まあ、はい、中学生のチームに入っていて、中村俊輔選手は158センチっていうところもあって、うん、高校にエスカレーターで上がれなかったんですよ。そうなんですね、はい、多分だから大きな挫折だったと思うんですよね。身長が理由で、まあ、体が小さいとかそういうのが理由で、うん、上に上がれなかったっていう、うん、そうですね、まあ、今私話聞いてた、まあ、いわゆる典型的な早熟タイプと晩熟タイプだったってことですね。あ、そうだ、翔吾さんが早熟タイプで中村選手がまあいわゆる晩熟タイプってことで、はい、まあ、おそらくあのその時代に私が言えばですね、まあ、検査する一発で分かる中村選手は全然あの大きくなりますというふうにもしかしたらお伝えしてたら中村選手もしっかりと高校に進学できたかもしれないですねはい、ということで、まあ、今回ですね、あの、まあ、翔吾さんの方にですね、まあ、悩んだ経験だったりとか、あと実は中村俊輔選手もですね悩んでたことをお聞きしてすごく参考になりました。ズバリなんですけど、まあ、もしですね、身長治療、あの時代戻ってたら受けたかったですか、はい、どうですか。絶対受けますはい、わかりました。ということで今回ですね、あの、はい、正午ボスさんの、ね、来ていただきました、今後も、ね、身長に関することを全身全霊で配信していきたいと思います。身長の明日の人のチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。